作家のしげのでですすよろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、パリピ孔明第一話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、新ドラマ始まりますね。えーえー、まずはパリピ孔明。パリピ孔明。はい、まさかね、あの孔明が、諸葛亮孔明が。<laughs> そうですよ、もう、はい、後々まで名を残して、天才軍師といえば孔明さんだって言われるね、あの、そうですね、やっぱ軍師といえばこの人みたいなところありますね。あるなあはい。それがまさか渋谷にね、現代の渋谷に。ええー、公演するとかね。はい、ええー、行きましょうか。はい。ええー、5分のところ。はい。孔明さんと栄子さんとの出会いのクラブでのところですね。はい。 えー、まあ孔明さんがね、なんかちょっとわけも分からず、ちょっと現代の、まあ、渋谷に来て、うん、ここはどこかここは、ここが地獄かっていう。<laughs> そうですね。でも <laughs> これ、いいのが、やっぱあのちょうどハロウィンの夜にやったところですね。不自然さが、ね、それで取り払われてるっていうところですね。ね入れられるっていうそれでね、なんかあのー、ちょうどね、英子さんが歌ってるところにこう出くわすというか。うん ねなるんでね、でそこで、まあ、孔明さんの体に響いていくっていう、まあ、そこから行われる交流ですよね。うん、あすごく繊細で麗なあな、のー、いい演技でしたね。なんていうかこうあの歌を聴いて、まあ、孔明が何て言うんですかね第二の人生じゃないですけどを歩み始めるきっかけになっていくっていういいシーンだったですね。す晴らしかったですね。うん ええー、で次が十三分。はい、でまあそんなコウメイさんとエイコさんのねなんかちょっと二人のところが続くんですけども、うん、えー、コウメイさんがこうスマホやねいろいろなのろしかとかって言ってね貸し付きで貸し付きで、ね。を <laughs> <laughs> 見てなんかいろいろ覚えたりね覚え始めたりね、うん、す,るするところっていうのはねすごく良かったですね強く体に響く綺麗いな行動と あ強い交流があるといい演技でしたね。そうですね。驚きがやっぱありますよね。こうめんびっくりしたんでしょうね。いやっぱ、さすが天才ですよね。やっぱね、いろんなものをこう覚えたり。そうですね。すぐスマホのやり方を教えてくれたりねうん、うん。素晴らしいですよね。やっぱ天才を違うなと。そうですね。面白いですよね。<あ>はい。はい。で、次が27分。 孔明、はい、とイ子さんとの、まあ、帰り道の、イ子、うんまあ、さんもちょっと折れちゃっていて、もうやめようかなっていうところですよね。うん、なんかこう、非常に、まあ、今までのところ、ダメージを抱えながらっていうところと、半分、もうもう諦めというかさ、うんうん、もう進めないんじゃないか。 っていうところを抱えながら行われる、で、弱いところを使い合う、いい交流でしたね、いい演技でしたね。うん。うん、そうですね、まあ、歌をやめてしまうかどうか迷ってるっていうところです、ね。そうだね、よかったですよね。そこに、まあ、天才軍師、孔明が、うん、<laughs> で、策、ね、をね、持ってさせようというところですね。はい。えー ラストは四十四分。はい、えー。孔明と英子さんとのまあ今度のライブ、満席にしてほしいっていうところです、ねうん、あもう、こっからなんですけど、まあ、孔明さんの強い行動があって、うんえー、で、英子さんのそもそものこう素質があってっていう素晴らしい演技でしたね。うん、いや、そうですね。うん、まあ策がバチッとはまってくるっていうところですよね。うん,うん。うん。 よかったねー。おー、いや、いいですね。うん結構あれでしたね。こう、三国志のこの古代中国の描写みたいなのもかなりしっかり作ってあるというか。そうだったね。はい。うんそうで。あの、関羽とか長飛が、あの、まさしく思い描くような漢雨だったり、思い描くような長飛だったりしてましたね。 いや、そうだったね。<お>最高だったね。あそこちょっと熱いところですよね。うん、あと、孔明も考え始めると、あの頭からね、もくもく煙が出てくるところがね。いや、最高ですね。<laughs> 最高だよね。いや、でもこれね、あのこれから、あれですよね、こう、音楽界の頂点を目指して、ね、二人でそうですよね。向かっていくという。う,ね、うん。 いやどんな策がね、これからね、繰り出されていくっていうのも楽しみですよね。ええー、え果たして策なんてあるのかっていうところだよね。<笑><笑>いやね。あ,ねあのー、今回もね、あの有名な、はい、あのー、人形のね、石の人形を使ってましたからね。そうですね。うん、う敵を惑わして出られなくするっていう。そうなんですよ。はい。 お客さんたちがね出られなくなってましたからね。出口どっちだ？出口どっちだ？<laughs> っ,だっ,っ、ね、<laughs> い,いいですよね。最高だねあれね。<laughs> <laughs> そうちょっとこのバカバカしさというかそういうところも面白いですよね。うん。うん、いいよね。はい。いやもうそんなちょっとパリピ光明の第1のベストシーンをちょっと上げていきましょうか。まあこれは27分ですね。 孔、うん、明とイコさんとの、まあ、帰り道のもうイコさんが折れてやめようかなっていうところですよね。うん、でダメージを抱えながら行われているっていうで繊細な弱いところを使ういい交流になってるし、演技演技ですよね。うん、あ私はこれがね、きっかけというか全ての始まりですからね。うん、そうですね、うんそう。一歩ここからあの変わっていく。 踏み出していくっていうところきっかけのシーンですよね。うん。うん。いや、楽しみですね。これね。ねいや、今後どんな計略がね、出、うん、てくるのがやっぱちょっと楽しみですね。いや、そうだね。ねえ、何が出てくるのか。いや、何ですかね。矢を集めたりするとかね。<laughs> いやね、あるでしょうね。あの家計を使うとかね。そうですね。<laughs> いやいや、もう天才ぐるしだからね。もうね、うね三国志はね、もう、あのー、孔明さんが出てきてからは、もう、孔明さんの言う通りになるからね、途中から。そうですね。<laughs> いや、<laughs> 主役の一人ですよね、やっぱり。非常に魅力的な人物だよね。うん。いやね、どうなるんでしょうね。うん、いや、そうですね。 みんなもう三国志なんて知らないのかね俺だからその泣いて馬所を切るとかさ。ああ、暑いっすで。オーナの小林が言ってましたもん、小林さんが。そう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 。最近の若いバイトは三国志わかんねえから。おめえを採用してましたからね。ねねえ、シーンを聞いてましたからね。いや、そうですね。なんで馬所を切ったのか。 やっぱね、やっぱみんな気になるところですよね。サンゴシファンは。サンゴシファンは気になるところですね。うん。エイコさんはもう全然ピンときてなかったですけどね。そうだよね。女のがまたちょっと面白かったですよねなん、うん。何それ、日本語みたいなこと言ってました。はい、いや、というわけで、いや、ちょっと今後も楽しみですね。はい。 はい。というわけで、パリピ孔明の第1話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。